ザック・エフロンはアメリカ合衆国の俳優。身長173センチメートル。ハイスクールミュージカルやグレーテストショーマンの出演で知られる。カリフォルニア州サンルイス・オビスポ出身。家族は父親が発電所のエンジニア、母親はその発電所で秘書をしており、4歳年下の弟ギランがいる。南カリフォルニア大学社会学部の入学が 決まっていたが、映画撮影のため入学を延期している。ロサンゼルスにアパートを所有しており、2匹の犬と猫を飼っている。現在は、ハリウッドヒルズの高級住宅街に住んでいる。車は、アウディの S4 を所有、その他、ポルシェ海園などに乗っている。2008年1月に、盲腸のために入院した。ハイスクールミュージカルシリーズで共演したバネッサ・ハジェンズ。 と2006年頃から交際していたが、2010年12月に破局した。エフロンは2000年代初期から、ファイヤーフライ宇宙大戦争、ER 緊急救命室、落ちた、弁護士、ニック・フォーリンマイナスなどを含むいくつかのテレビドラマにゲスト出演し、演技活動を開始した。2004年には、WB シリーズのサマーランドのシーズン1で、 再起用するにふさわしい俳優としてアピールし始めた。2005年に放送されたシーズン2では主役に抜擢。いくつかの映画にも出演した。その中の一つであるアメリカのテレビ局ライフタイムのテレビ映画ミラクルランでの自閉症の双子のうちの一人としての演技でヤングアーティストアワードにノミネートされた。2007年にエフロンのキャリアは2006年1月に ディズニーチャンネルオリジナルムービーとして初上映された青春ミュージカルテレビ映画ハイスクールミュージカルでターニングポイントを迎えたこのテレビ映画は現代版ロミオとジュリエットとして描写されておりエフロンは主人公のトロイ・ボルトンを演じたトロイは高校生バスケットボール選手だが科学部の女生徒ガブリエラ・モンテスと共に 学校のミュージカルへの出演に興味を持って葛藤した。また、この作品では、アシュレー・ティスデール、ルーカス・グラビール、コービン・ブルー、モニーク・コールマンも重要な役を演じて、大きな成功を収め、エフロンは10代の視聴者の間で、認知度を高めた。映画のサウンドトラックは、RIAA から4枚のプラチナディスクが発売され、アメリカでベストセラーアルバムになった。 サウンドトラックが発売された際に彼の声がドリューシーリーの声と混ざっていることが明らかにされて論争が起こったがエフロンはこの曲は彼がキャスティングされる前に作られたためもう少し高い彼の聖域には合わなかったのだと説明している続編映画ではエフロン本人が歌唱しているエフロンは続いて2002年の同盟ミュージカルに基づいた ミュージカルコメディ映画、ヘアスプレーのリンクラーキン役で姿を見せた。この映画は2007年6月に公開されて、すぐに商業的にも評価的にも大きな成功を収めた。この年の後半には8月にディズニーチャンネルで放送されたハイスクールミュージカルにで再びトロイ・ボルトンとして姿を見せた。エフロンは同シリーズの続編に映画、 ハイスクールミュージカル、ザ・ムービーで再び、トロイ・ボルトンを演じた。この映画は、ボックスオフィスの大ヒット作となり、批評家たちから高い評価を得た。彼はこの波に乗り、商業的に大成功したコメディ映画、セブンティーン・アゲインでは、37歳の男性が偶然、起こった事故により17歳の自分自身に、姿が変わってしまう役を演じた。 2012年エフロンの次の作品は2008年9月のトロント国際映画祭で初上映され2009年下半期に一般公開されたリチャードリンクレーターの時代劇僕と彼女とオーソン・ウェルズであるこの映画は批評家から主に肯定的な評価を得た続いてヒューマンドラマ君がくれた未来で主役を演じたこの映画は評論家から 主に否定的な評価を受けたが、工業収入では、それなりの成功を収めた。次に、ゲイリー・マーシャルの、ニューイヤーズ・イブで、合唱団の一人を演じた。この映画は、非評価からほとんど満場一致ではあるく、評価されたが、工業収入では、大成功となった。彼はまた2012年1月のサンダンス映画祭で、初上映され、同年に限定公開された。 恋する二人の文学講座では気役を演じた。また、ペーパーボーイ真夏の引力で、ニコール・キッドマン、マシュー・マコノヒー、デビット・イエロー、ジョン・キュー・ザックと共に主役を演じた。2012年5月に、カンヌ映画祭で、初上映され、批評家からは、否定的な評価を受けた。商業的に成功した、コンピューターアニメーション映画、ザ・ロラックスで声優をした後、 ニコラス・スパークスによる同盟の小説を元にしたロマンチックドラマ一枚の巡り合いでヒーローを演じた。この映画は批評家から否定的な評価を浴びたのにもかかわらず興行収入は成功した。また、ベネツィア国際映画祭2012で初上映されたアット・エニー・プライス翌年の同祭で初上映された歴史映画パークランド・ケネディアン殺・ 真実の4日間で主役を演じた。どちらの映画も賛否両論であった。2014年の初出演作品は自身が制作葬式を取ったロマンチックコメディ映画恋人まで1%である。この映画でエフロンは主役を演じマイルズ・ペラー、マイケル・ B ・ジョーダンらと共演。批評家からはやや否定的な評価をされたが、それなりの興行収入を得た。 2014年後半、エフロンは、セスローゲンと共に主役を演じた、アダルトコメディ映画、ネイバーズに登場した。この映画は、ローゲンとローズバーンが演じる男女二人が、エフロン演じるリーダーが率いる、創造しいグループの林家で幼い娘の子育てに、奮闘するという内容であった。興行収入は成功し、批評家からも、肯定的な意見が集まった。さらに、 批評家たちは、エフロンは、ディズニーの子役のかわいい男の子のイメージを払拭に、成功したと付け加えた。エフロンの唯一の2015年の作品は、それなりの評判となった、We Are You A Friends を We Are You A Friends で、奮闘する DJ を演じた。2016年1月には、ロバート・デ・ニーロと共に主役を演じた、アダルトコメディ映画、ダーティ・グランパに出演した。 この映画は下品なユーモアが、非評価からほとんど否定的な評価を受けたが、公開後すぐに、多くの興行収入を得た。エフロンは再び、セスローゲン、ローズバーン、クロエグレース・モレッツと共に、コメディ映画、ネイバーズ2で主役を演じ、2016年5月に、公開後すぐに、商業的にも、評価的にも成功を収めた。この映画は、前作同様のカップルが、 毎晩過激なパーティーをする大学1年生が率いる女子学生クラブを追い出すために以前のライバルと団結するストーリーである。7月に公開された2016年3作目のコメディ映画はウェディングフィーバーゲスな男女のハワイ旅行でアダム・ディバイン、アナ・ケンドリック、オーブリー・プラザと共に主演を演じた。2017年エフロンは5月に上映されたアクションコメディ映画 ベイウォッチで主役を演じた。これは、同名のテレビドラマの映画版である。この映画は、ドーエイン・ジョンソンとエフロンが主演を演じ、アレクサンドラ・ダダリオ、ケリー・ロー・バッハ、ジョン・バス、イルフェネ・シュハデラ、プリアンカー・チョープラーラが出演した。同年、エフロンは2つの電気物でも、脇役を演じた。12月に公開されたジェームズ・フランコ主演の、コメディ映画、ザ・ディザスター・アーティスト、 ヒュージャックマンの隣でフィリップを演じたミュージカル映画グレイテストショーマンである。このどちらもゴールデングローブ賞、ミュージカルコメディ部門作品賞にノミネートされた。2017年5月映画テッドバンディで実在した連続殺人犯テッドバンディを演じることが発表された。またハーモニーコリンの映画ビーチバム真面目に不真面目に出演した。ありがとうございます。